ワンピースバーニングブラッド。異形であるフォートガス D エースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルダウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、何か空から降ってくる。こんな死に方嫌だっちゃべる。誰か止めてんの。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。あれ、まさかクロコダイル、それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。ふん、うん、やるか。やるぞ。やるじゃねえ。どいつけねえや。ゴムゴムのピストル。次だ。くそ、やるかの。バズーカ。次だ。このならどうだ。ふんじゃねえ。からだ。やるじゃねえか。やるじゃねえ。やるじゃねえか。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。
足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場、死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。ただリューキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もうどんな未来を受け入れる。差し伸べられた手は掴まない。俺を砂漠し、ルフィ君今行く。チアハも受け入れ。人間のジタバタしねえ。人間に悪い。白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。いい加減に押してめめる。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつは
とうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュー熊。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、ファシフィスタ PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのは生まれて初めての経験だよ。記憶が消えたかなんだか知らないけど、マタアシの怖さまで忘れちまった。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。必ず生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。えっ、韓国おめえってやつは。ありがとう、もう握るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ。ルフィありがとう。行かせねえぞ麦わら。パフュームフェブル、控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしよう、わらわは許される。
せろ。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目、さあ運命よ。あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、カード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいませんおやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力はすべてぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね。俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ
くぅ！なぜお前がこんなことを！うるせえ！こうさせたのはお前らじゃねえか！スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。俺だが、バギーはルフィに身代わりにされ、突如ミホークの前に放り出された。黒刀夜の一撃を受けるバギー。許さん、貴様鷹の目だな。鷹の目だな。こちらの番だ。面白い。こちらの番だ。出てみろ。押し破壊。押し破壊。力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲み、海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにフォートガス D エースの処刑を執行する。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。鉄砲さ、
兄貴にそっくりじゃねえか。うっとうしいのバカチャーゴロロケット絶対に許さん。あらら、お前もロケットおっとっと、気をつけろロケット。ひどいことするじゃないの。ロケット、そう、じいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、俺は一番隊隊長マルコ。を救うため海軍三大将に挑んだルフィだが力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青キジ、しかし白ひげ海賊団一番隊隊長マルコの翼が氷の刃を阻んだ。マルコに助けられ青キジの攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。じゃねえ、麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。ガソリンが
采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんとふっちゃなすてべる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。一人で3大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ。しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれ、イワちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら、俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバターシは、バナータに死なれちゃう。ドラゴンに合わせる顔面がねえっつってんのに、このバキャベルめ。わかったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ、イワンコフにテンションホルモンを注入され、再び立ち上がったルフィ。またエースを処刑する気だ、あいつら。エースを救出するため処刑台へとかける。カップセイヤー、カップセイヤー、麦わら
たい。重大なダメージ、強力な攻撃。はっ、警告。麦わらボーイ、無事でいる。危険、跳躍。ほっ、味方がやられている。間に合った。ダメージ負荷か。よけー、無双と無効。ふっ、協力派。さあ、継続攻撃。攻撃力の武器を使う回避。おっと、ダメージ。各部に激しい損傷。なんと、ちょっとぬ、ダメージ衝突。強力攻撃を受けている。戦闘不能。戦闘不能の技を確認。援護する。やっ、セカンド。強力な攻撃。ぶっ飛ぶ。ダメージ、ダメージ、ダメージ 70% オーバー。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。結構大きい。ダメージ。ストバブーカ。やっ、サード。イベントピストル。おー、なんだ。攻撃を進む。失敗。ボアハンコック七部会。おい、危ねえぞお前。攻撃中止。味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。また、名前を。行くぞ。再び立ち上がったルフィに襲いかかるパシフィスタ。ルフィを救うためボア・ハンコックがパシフィスタの前に立ちふさがる。礼を言い走り出すルフィのため、ハンコックはパシフィスタに対峙する。ボアハンコック七部会。おい、危ねえぞお前。攻撃中止。味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。また、名前を。どけ、ボアハンコック。お前たちに名を呼ばれとうない。危険、攻撃を受けて。なん、跳躍。これでどうじゃ。強力な攻撃。なんと、ゲット未勝。ダメージ 70% オーバー。消えうせよ。損傷大。強力なジャンプ。危険、ゲット。ダメージ危険。なんこの攻撃を受けている。フルショットが失敗。
ルフィの目の前で倒れたマッコ・ジョズ。海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。やれエーサー見ろ白ひげ。やめろの。覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。1対14麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの。キャブルーヒーハー。白ひげのおかんがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。避けな麦わらボーイ。虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな鷹の目。乾きが欲しいか。白ひげの配下とともにエースの元へ向かうルフィだが、鷹の目のミホークの一撃が覇王色の覇気を放ったルフィを追う。それを押しとどめたのはミスター・ワンことダズ・ボーネスとクロコダイルであった。クロコダイル、今虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな鷹の目。こちらの番だ。じゃあ、うん、うん、ほら、ほらだ。じゃあ、ジェズワーク、スパーダ、まだ行くぞ。いや、タッカー、やっ、いや。次だ、ほら、終わると思ったか。は、うん、うん、次も行くぜ。ほら、は、うん、じゃあ、ほら、ジェズワーク、
スパーだ。こちら行くぞ。うん、うん、あっ、じゃあ、うん、じゃあ、うん、スパーだ。まだだ。ほら、はっ、うん、うん、うん、くらえ。じゃあ、ほら、こちらの番だ。うん、うん、ジェジュアーツ。スパーだ。まだだ。ここだ。じゃあ、はっ、ほら、じゃあ、まだ終わらん。ルフィは勢いに乗り祖父ガープをも下した。息上がるルフィたち。しかし海軍も掲げる正義と誇りをかけルフィの前に立ち塞がる。大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ち塞がる海軍元帥戦国の姿があった。ルフィ、お前待て。私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ふんじゃん、バズーカ。
小賢しい。ゲット、勝ったつもり。ゲット、制限を貴様らに怪我させません。ゲット、勝った。ゴムゴムの奇岩と風船、巨大化を処刑台が崩れる。何が起きた？エースはまだ死んでいないぞ。撃てや、処刑台ごと吹き飛ばせ。危険は生身だ、生きちゃいない。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース、危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したら。気抜くなルフィ。おう、しますか。エースさん、ルフィ君。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。任せとけって。数々の困難を超えエースを救出したルフィ。あいつ本当にやる男ジャベルー。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぞ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。フェザントバック、強肩。Fair enough! Yeah! 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 Yeah!
エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベイにせかされ白ひげに背を向ける。だが解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありやせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。終わらねえよ。みなさん、まだまだ大噴火。
もう限界じゃ。あ、エースのリブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう、ミチョレ。おい、待て、ルフィ。ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣と。お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ルフィをかばい赤犬の一撃を受けたエース。ルフィや白ひげ仲間たちに礼を言い、満ち足りた表情を浮かべたまま落命する。嘘だろ、おい、エース、エース。助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は崩壊してしまう。だがエースの弟を連れてけよい、ジンベイ。その命こそ生けるエースの意志だ。エースの意志は守られ、受け継がれていく。ルフィの中にしっかりと根を下ろし、手をしてやる。息子と呼んだエースの処刑を阻み、
その身柄を奪還するため、大海賊白ひげエドワード・ニューゲートは海軍本部のある島マリンフォードを急襲する。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる大海賊時代開幕以来最大の戦いの火蓋が切られようとしていた。セメイルは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力海軍本部桜花七部会。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる。なんて力だ、まさに伝説の怪物。隊隊長、ダイヤモンドジューズ。ついに始まった世界を揺るがす戦い。砲声と怒号の響く中、一人の男が剣を抜いた。押し量るだけだ。近く見えるあの男と我々の本当の距離を。止めた！世界一の斬撃を！こちらの番だ。なかなかやる。まだだ。まだだ。
こちらの場受けてみろ。押しかかる。まだだ。押し。凍りついた湾を挟んで白ひげ海賊団に対峙する海軍と桜花七部海の猛者たち。しかし海を越える力を振るう者たちにより戦いはすでに始まっていた。やさかりの曲がたま。じゃねえか。大将の攻撃を防いだ。なんだ、青い炎をまとってるぞ。いきなりキングは取れねえだろうよ。一番隊隊長マルコ。怖いねえ、白ひげ海賊団。よりさらに奇襲ゾーン系幻獣士。これは効くね。嘘つけ。おら、終わりだ。欲しい。海軍大将キザルに一撃を食らわせたマルコにダイヤモンドジョズが続く。止めてみろ。まったく、わしらが手払ったら誰がここを守るんじゃ。わしらが手払ったら誰がここを守るんじゃ。ボルティン突きやりだ。超神器大噴火。戦国発散だ。信じるものはてめえで決めろ。白ひげ海賊団の船に向け火山弾を降らせる赤い。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き一息で吹き消した。
腕に点火しやがって誕生ケーキにでも灯してやがれマグマ小僧派手な葬式は嫌いか白ひげめっちゃ辛いかやっとやめるんじゃねえぞはい最初に行くぞ若さりがちゃ行くぞはいはいほらぶっとはいはいとオーク七部海隊白ひげ海賊団の巨大な力のぶつかり合い、そこにインペルダウンを脱獄してきたルフィやイワンコフ、クロコダイルらが参入。しかしクロコダイルの目的は因縁ある白ひげを倒すことであった。だな、白ひげ。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。せえ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。突如白ひげ海賊団の頭上から現れたインペルダウンを脱獄した海賊たち。麦わらのルフィ、革命軍のイワンコフ、かつて七部海であったクロコダイル、ジンベイ、その中には白ひげの昔なじみの姿もあった。ジャハハハハ、世界を覚悟しろい。戦争で麦わらのやつ、なんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おうともやられたか。とは言ってもこのイカれた戦場はどうだ。おい、海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻。誰が赤っ鼻じゃ。くらー
ぐわは白ひげ誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される、終わりだ、逃げるしかねえ。あの白ひげに話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。いや、もう帰りた。そんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがって。どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍を潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力が折れてんすか。白ひげにまるで同格だ。うん、本気出せばな。マジっすか、どうだ、鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいね、白ひげ、手を組んでやる。えー、何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよ。赤っ鼻はともかく後ろの囚人たちは結構な弾だ。敵に回すとめんどくせえ。凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山が襲う。マグマの玉に焼かれ海に落とされながらも互いを助け合う海賊たち。しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨は氷上の全てを焼き尽くしていくのだった。しまらんが始めろ若犬。流星火山。俺たちの船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号かだ。すまねえ。3番隊隊長、ダイヤモンドジョーズ。白ひげを狙い仕掛けてくるクロコダイル。砂に姿を変え一気に距離を詰めてくる。しかしそれをさせまいとする男がいた。ブリリアントバック。あの巨体でこのスピード参るぜ、ダイヤモンドジョーズ。まぜ返しやがって。やるじゃん、この何でやるんだ。やるんだ、バルハル、サルハル、この子は。相当きてる、この何やるんだ。逃げろ。
クボーホワイト、サシンマッボレット、スクワードを騙し裏切らせた海軍に激しい怒りをあらわにする白ひげ、船を降り凍った海を揺るがしマリンフォードを傾ける。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。張らねえからだ。お前の氷のせいじゃろがい。おお、君が溶かせばいいよ、杯。ちょっと、ひどいことするじゃないの。つまらぬ。始めろ、若犬。やめんじゃねえぞ。あとは頼んだ。ほら、はい。足が荒れるよ。ちょっと、はい。ほら、ちょっと。ほら、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 ほあげてみろ、身の程知らずが。よっ、ちょっと待ってやれ。あら、せい、ふん、と、終わったらいいか。あら、ふん、ふん、ふん、お前、あれだ。あら、せい、ふん、あら、せい、ふん、ちょっと、やたの鏡。あら、ふん、と、ふん、あら、せい、こりゃ、手弱いね。うららららららら、俺が相手をしてやる。湾内の氷を溶かされ足場を失った白ひげ海賊団、分厚く高い包囲壁によって島内に逃げ込むこともできないという絶体絶命の状況にあった。しかし白ひげは前もって先行させていたコーティング船を浮上させクルーを救助、船をオーズジュニアに引き上げさせ包囲壁の内側に侵入した。打ち滅ぼせ海軍本部。勢いに乗る白姫、しかしその前に一人の男が立ちふさがった。ダメか、振動は来らねえな。どうも。はい、行くぞ。
ノー、バカ言っちゃいけねえよ。気をつけな。舐めるんじゃねえぞ。おっとっと。ちょっと疲れた。よそ見したの。舐めるんじゃねえぞ。行くぜ。おっとっと。おやじ先。ああ。ダイヤモンドジョズ。ダイヤの体で白ひげをガードするジョズ。白ひげを先に行かせるため青キジに戦いを挑んだ。したろ今。それさらよ。ガイスターブ。マルチザン。マルチザン。ハレン。ディッ。ダメだ。さ。ディッ。おっとっと。まだ行かない攻撃じゃ。ダイヤは砕けねえ。止めてみろ。おっとっと。オーケー。オーケー。オーケー。オーケを救うため魔竜フォードを吸収した白ひげはついに包囲壁内部オリス広場に到達。海軍と白ひげ海賊団の総力戦が始まる。青キジの相手をジョズに譲った白ひげの前にもう一人の海軍大将が現れた。
この島が持たんわい。守ってみろ。英雄カープが守りに加わったぞ。名前に踊らされるな、アーホンダラ。ただの老兵だ。貴様もその世代なら、目の前の敵に気ぃつけ。いちいち町を壊しやがって。守ってみろと言ったろう。なめるんじゃねえぞ。受けてみやがれ。痛えじゃねえか。ないか。死なみは超えられんか、白ひげ。エースを救出するため進む白ひげ海賊団。威信をかけて戦う海軍と桜花七部会が行く手を阻む。エースのいる処刑台の下では一歩も引かぬ激戦が繰り広げられていた。どうした、危険。俺は腐ってる。エースさん、待っとるよ。もう一歩だ。今行くぞ。助けるぞ。待ってろよエース。諦めんじゃねえぞ。クソ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今にだって命が惜しい。信じるものはてめえで決めろ。赤犬からルフィをかばい命を落としたエース。目の前で兄を殺され、ルフィは放心状態に陥る。だが赤犬は容赦なくルフィに襲いかかる。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん、危ない。
めるんじゃねえぞ。生意気な。大噴火。次乗るな。ほんだな。なめるんじゃねえぞ。調子に違う。行くぜ。受けてみろ。重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。そうでよかったぜ、親父。リーチ。ようじゃねえな、あるわけねえか。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。四番隊隊長のサッチの無念、このバカの命を取って、俺がけじめをつける。ぜはははは。望むところだ。サッチも死んだが、エースも死んだな、おやじ。実はあんたを心より尊敬し、憧れてたが、あんたは老いた。なめるんじゃねえぞ。ここまでか。チキショー。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかしこの怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。やっちまえ。黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、白ひげはついに致命傷を負う。おめえじゃねえんだ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。は？ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史をすべて背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、お前たち世界政府はいつか来るその世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。
許せ息子たち、俺はここまでだ。感謝している。さらばだ息子たち。死してなおその体屈することなく、頭部半分を失うも敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に267太刀、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。おお、あるのか、教えてみろ。家族。おめえたちには全てをもらった。感謝している。さらばだ息子たち。絶対に逃がさん。白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガスティエースを捕らえた海軍は、公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎ出せ、氷塊を一瞬で蒸発させた。絶対に逃がさん。流れに乗る赤犬は白ひげ海賊団の船に向け火山弾の雨を降らせる。うわ、受けきれねえ。一石やられた。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き、一息で吹き消した。
まだじゃ。大軍か。そんなもんか。絶対に逃がさん。いよいよ大詰めに入ってきた白ひげ海賊団対海軍本部のバトル。海軍は湾に海賊たちを阻止する包囲壁を巡らせ、エースの処刑を執行すると宣言した。なんとかしねえと、急がねえと、あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。じいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺を一番隊隊長マルコ。兄エースを救うため
海軍三大将に挑んだルフィ、力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青木地、しかし不死鳥の一撃が氷の刃を阻む。あれは一番隊隊長マルコ。麦わらのルフィによってエースは救出された。二人と配下の海賊団を逃がすため、白ひげはしんがりで力を振るい続ける。失態に浮き足立つ海軍だが、赤犬はあくまでも冷徹であった。慌てるな、ここから出しゃせんわい。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース。敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも、王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありやせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにすんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。まだじゃ。大変か。まだまだ。絶対に逃がさん。やるな。調子に乗りよって。絶対に逃がさん。
三。もう限界じゃ。あ、エースのビブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビさん。ルフィをかばい致命的な一撃を受けたエース。エースがやられた。衝撃走る一同。赤犬は再び拳を振り上げる。気はありそうじゃん。やめろ。これ以上はつまらん時間稼ぎはよせ。人命元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが、この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。何をする気だ、ガープ。まだじゃ。うわ、そうやってわしを抑えておき、戦国でなければわしは杯を殺してしまう。バカめ。まだじゃ。裏切り者への制裁も必要なようじゃの。全滅せろ。マルコ大将。うっとうしいの。ハチ使いか。危険はもう手遅れじゃとわからんのか。なんてことに。覚悟せい。海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばいエースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。やらねえ。
せてけよい。全部その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。うっさやるか。イグさん頼むぜ。皆さんに申し訳が立たん。絶対に逃がさん。まだじゃ。大分か。せつかサメ肌勝利。エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうとジンベエはワン島へと急いでいた。信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが、赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん危ない。絶対に逃がさん。大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。私が逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。
チェルイメホッヘッチュアッホッそれホッ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 ホいいだろう。ついてこい。命を落とした大海賊白ひげ。じゃあ見せてやるよ。最高のショー。黒ひげは死んだ白ひげに黒布をかぶせ、自分もその中に身を隠す。しばらくの後、出てきた黒ひげは白ひげの能力を宿していた。闇の引力、全てを破壊する地震の力手に入れたぞ。これでもう俺に敵はねえ。俺こそが最強だ。トシコ、悪魔の実の能力を2つ得ることは不可能なはずじゃ。普通の人間ならば絶対に無理だよ。だがお前らもよく知るようにティーチは少し違う。体の構造が異形なんだよ。それがこの結果を生んだのか。よーっ、ここまでか。チキスよー。絶対に逃がさん。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベエを追う赤犬。ジンベエの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベエはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。しちょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したがの、心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るんか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員、あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが大層じゃのう。白ひげ海賊だ。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、
俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃありゃせんの。次にせい。海賊という悪を許すな。やるよ。ガンガン。皆さん、ワイルドハンター。よう見つめ。覚悟を決めるよい。調子に乗りよって皆さん。制裁じゃ。優勢火山。悪を許すな。覚悟せい。うわ。邪魔だ。下がれ。白ひげとエース。戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の一人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、一人の海兵が立ち上がった。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今世界の運命を大きく変えた。え、俺はあの船、なんでここに四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなく、ゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを討ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部はより強力な正義の軍隊となり、
海賊たちの前に立ちはだかるのだった。試してみるか。白ひげ海賊団の仲間を殺して逃亡した黒ひげことマーシャル D ・ティーチを追跡していたエース、ついにグランドラインのバナロ島でティーチを追い詰め、かくしてバナロ島の決闘は始まった。おめえ、俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段はもう全て計画してある。白ひげの時代はもう終わりだ。海賊王には俺がなる。まず手始めに、この先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。ルフィ？なんだと？つくづく野放しにできねえな。そいつは俺の弟だ。そして当然俺もおめえの仲間にゃ。ならねえ。でっはっ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 でってめえ覚悟しやがれ。これはどうだ。超逃がすか。でっはっふっでっでっまだだぜ。でっはっでっはっ終わらねえよ。なっ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 うわっ。痛みを引き込んじゃう。ヘッジャーヘッヘッうわぁ。まだだぜ。ふっどうかなぜ。うおぉてめぇ。ヘッジャーヘッジャーここまでか。チキセオー。見ろ、闇の前では全て無力。おめえの強さをもってしてもな。しかしますます惜しい力だ。エース、俺の仲間になれ。力に屈したら男に生まれた意味がねえだろ。俺は決して人生に悔いは残さない。分かったか、バカ。生きてなんぼのこの世界、全く残念だ、エース。闇に死ね。大宴会炎帝。ジハハハハハ。太陽か闇か、勝者一人だ。俺は白ひげを王にする。グランドラインバナロ島の決闘。この二人の海賊の争いは後に起こるあの極めて大きな事件の引き金として語られることとなる。島でティーチに敗れたエースは海軍に身柄を引き渡された。海軍はマニンフォードにてエースの公開処刑を行うと全世界に通達。海軍と大海賊白ひげの激突を予感し、世界中の人々が震撼する中、白ひげ
そしてエースの義弟ルフィがエース救出のためマリンフォードに現れた。ルフィの参戦により海軍と白ひげの戦いはさらに激しく苛烈なものとなった。エースを救出するため処刑台へと急ぐルフィと革命軍のイワンコフたち。そんなルフィたちの前にバーソロミュークマが立ちはだかる。だがクマの様子は尋常ではなかった。クマ、この数年でバナータの身に一体何が起きたべるの？メンスペクトラム
越えルフィは処刑台へと到達する。ミスター3の能力でエースの手錠を外すルフィ、それを阻むため激しく砲弾を撃ち込む海軍であったが、処刑台が崩れる。何が起きた。エースはまだ死んでいないぞ。撃てや。処刑台ごと吹き飛ばせ。危険は生身だ。生きていない。お前は昔からそうさルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース！危険のエースが解放された。やったぞ麦わら。エースを奪い返したら。引き抜くなルフィ。はぁ、あ、しますよ。エースさん、ルフィ君。戦えるかルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだと。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとうルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったなルフィ。いつかエースも超えてみせるさ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれルフィ。プレゼントバック。強肩。今から伝えるのは最後の戦場命令だ。よく聞け白ひげ海賊団。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。白ひげ、ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ。海軍。これはどうだ。ちょっと疲れた。終わらねえよ。これはどうだ。ホタルビ。おっとっと。ソラ、ソラ、アルチザン。そら、そら、よっ。
俺の力試してみるか。エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベエにせかされ白ひげに背を向ける。だが エースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース。敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありませんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。もう限界じゃ。あ、エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。
ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ジジイ、俺は生まれてきてもよかったのかな。そりゃあおめえ生きてみりゃわかる。うん、エース。嘆きと悲しみがマリンフォードに満ちていく。しかし求め続けた答えを得たエースは静かに安らかに微笑んでいた。